よし、スタート。富士山がちょっと見えてる。富士山の雲かな。今日はね、セミが頑張って最後の夏を鳴いてるよ。富士山の話してんだよ。富士山の稜線に見えるんだけど、やっぱ富士山だろう。おお。なんか雲がかかって真っ白だけど。ね。いやー、不思議な見え方してる今日は。のパンが喉に詰まってる。風が強いな。今日のカメラはオズモポケット、D4 デュオワイヤレス GO ピンマイク。この間の間違いを、まあリベンジだね。これでナオミが遠くから喋ったら、うん、普通に喋ってみて。はいはい。これで音は均一に入ってると思うんだけど、ここそこ触れちゃダメだよ、うん、腕触れちゃう。はい、なんかすっかり夏っぽくなくなってきたね。なんかもう夏の植物が枯れちゃってる、うん、秋っぽいわけじゃないんだけど夏じゃないっていう感じになってきた、ね、トンボの数増えてるし。久しぶりだな、富士山が見えるの、うん、なんか微妙に曇ってんだよね。曇ってるっていうか雲で輪郭ができてるみたいな。ね、不思議だね。初めて見るね、あの風景。富士山の向こう側に雲があるってことだよね。ああ、日が向こう化させてるか、日陰なのか、うん、こっち側がね。ちょっとね、それでちゃんと見えてないだけか。なんだろう、雷が落ちたような。雷じゃないのかな。ああ。穴が開いてる、そっち側。本当だ。子供の頃はこれは雷の跡だと思ってたよ。ちょっとプチ台風の爪痕、うんうん、あ、いるぞ。今日もいた、白菜くん。
シラくん。隠れた。シラくん。なんかちょっと小さい。勝手にネーミング。まだ若者？小さく見えるね。向こう行っちゃった。ザリガニとかカエルとか探してるらしいよ。虫の声が。うん、秋の虫だね。蚊対策のために虫対策のためにあの、うん、刺されてから塗るやつを塗ってきたんだけど全然意味がなかった。全然大丈夫そう。刺される前のじゃなきゃダメなんじゃない。刺されてから塗るやつを塗ってきた。でもこの時間はまだ蚊に刺されないでしょ、うん、しっかり稲穂が出来上がってきた。お米になってきた。あれ、あの少年たちこっち向かってきたのに、向こうも向こう行っちゃったよ。なんかオクラの種みたいなものがいっぱい。どういうこと？こっち向かってきたのに向こう戻って、本当だ。突然。本当だ。それはなんかの、なんかのまた、タニシじゃないね、それはね。そのピンクの状態からこっち、この形に変容するわけじゃないよね。なんだろうね、この白いの。オクラの種みたいなんだけど。でもびっしりついてる。何かの種だよ。種じゃねえよ。卵。卵だよね。何かの卵だよね。何これ。ちょっと気持ち悪い感じ。こっちがタニシだからね、この赤いの。え、もしかしてさ、あの、大きい在来のあのタニシがこの赤いやつでさ、うん、このに日本にもともといるタニシはこの白いのだったりして、ねえ、こんなに形状違うの。一個ずつなのかね。どうなんだろう。もうなんか卵のすぐ下にタニシがいるじゃん、うん、来年の準備でいる、ね、どういうことなんだろう。理屈がわからない。謎の虫が映らない。映らないです。それムカレ？どこにいるの？ああ、ちっちゃいムカレみたいなやつ。謎ではないね。よし。普段見ないものをいろいろ見るわ。あ、ここいっぱい赤い卵が。また繁殖し始めてるってこと？今ぐらいに卵産むの？結構長い期間卵を産んでるよね、うん、真夏は見かけなかったけど。あ、ここの水が全部抜かれてる。本当だ。ちょっと稲の種類も違う感じ。鳥が歩いた跡が鼻足跡。本当だ。あいつだよ。あいつだね、シラくん、シラくん、ここも来てたんだ。ここも潰れちゃってる。あ、水がすごい。たんまり水が溜まってる。湿地みたいになってる。
さんは映るかな。この液晶で見ると全く見えないけど、うん、家帰ってパソコンで見るとそこそこ見えてたりするんだよね、うんうん、映ってたりするんだよね。こんなに日が出てるのにそこまで暑くない、うん、風が強いから。おお、なんか色が綺麗。空の水色が綺麗。もうすぐ黄金色に輝くね。同じさ、田んぼなのに意外と色味が違うよね。ね。段差の問題？そっちとこうパッキリ違うって見えるのは。入れた角度とかさ、時期、一日違えば違うのかもしれないし。そうか、種類で違ったりとか。ここに止めた人はどこに行っちゃってるの？今日はこれ伸ばせるんだった。これを伸ばして、お、伸びんのそれ。こうすればこういうことができる。はいはい。おドローンみたいな感じで、うん、ね、これじゃ俺の声が入らない。遠くの中。今日はワンコ連れの人がいないな。さっき雨降ったからやめたのかな。そっか。そう、その謎の石、うん、石の印なくなったんじゃない？どこだっけ？もっとこっちだっけ？この辺だっけ？どこ行っちゃうんだろうな。水なんか落とされちゃったかな。これやっぱメッセージだよ、誰かに向けて。場所を変えてどっかに設置されてるんじゃない、うん、何月何日どこどこ集合みたいな。声、オカルトの世界に、うん、気持ち悪い。水草並走してる感じ。どこからこれと。なんだこれ。なあ、そっか、当たり前か。葉っぱとさ、うん、別の素材じゃないですか。はいはい、別の素材。スピードが一緒だからさ、うん、お、離れた、離れた。さっきの白いつぶつぶ、こっちには何にもない。うん、ちょっと流れが早いから。少しはあるけど、ちょぴっとあるか。なんかここの
稲はすごい綺麗に見える。うん、まだ青いね。なんか整って見えるね。光の加減かな。これ逆光だから。育ちがいいのかしら。アメンボだらけ。アメンボの卵？あそこ、あ、卵なんて言ってない。あ、うん、アメンボだらけ。うん、分かってる分かってる。さっきの白いのアメンボの卵ってこともあんのかしらと思って。違うね。すごい数。白い卵初めて見るよね。うん、見たことある気はするけど。ほら第2弾が生えてくるんだよ。このトウモロコシなんかまだらだったのにね。一回全部買ってさ、またこんなに育つんだよ。すごいね。2週間ぐらいしか経ってない気がするんだけど。全然まだらだった気がするんだよね。最初にこの株残してあるからさ、そこからこんだけ生えちゃうんだよ。また植えてんの？こんなに密集してなかったよね。してあったのだ。上を切ってるだけだから。そうか。下は残ってるわけ。そっか。すごい成長。風が強くて風の音しか入ってなさそう。気持ちいい。これいつもホオズキのさ、カラッカラのホオズキがあるんだ。はいはい。これ自然に毎年生えてるってことよね。うん。虫の声が綺麗だね。これもスズムシ？どれがスズムシなのかは分からない。鈴みたいなこの音が鈴虫か。うん、虫よけの風車が勢いよく回ってる。近寄れないな。なんだろうこれ。これは誰の足跡だ。これ猫？猫？わ
切り込んだに大きいかな。そうか、でもこの辺タヌキとかいないでしょ、だってと思うんだよね。これモロヘイヤかな、大きいけど。あ、そうかもね。こんな大きくなるんだ、ね、そうだそうだ、モロヘイヤなんだ。え、っていうか 木なの、成長すると。え、モロヘイヤって木なの。木だよね。うん、ここまで大きくなると下の方は木になっちゃうってことね。そうなんだ。これはなんだ、花か。お、花、そうね、花っぽいね。これが花になるか。ピーマン、これは台風対策だったのかな。そうか、これは何だろう、何の植物かしら。何だろう、もう見たことない感じだな。何だろうね、こんな大事にするってことはね。まあこれからなる、ちょっと分かんないな。分かんないね。風車、わかんないわこれ。ね、つるっぽいけどね。うん、あ、葉っぱか。台風にも負けず。うん。あ、お花。強いね。頑張ってる。頑張ってるね。ね。柚子は相変わらずいっぱいなってる。お、ゴーヤ。うちにも一本だけゴーヤがあるんだった。ゴーヤいらない。人気ないんだよな、ゴーヤ。なくても済む、うん。ゴーヤはなくても済みます。僕の食生活。暑いとこの人の食べ物だからね。食べれるけど食べなくていいです。でもせっかくいただいたから食べなきゃ。うちがゴーヤを食べるとするとなんか、ね、ごまかる、カレーとかそういうんじゃないと、うん、カレーに入れないでほしい。カレーにゴーヤを入れないでくれ。じゃあゴーヤはゴーヤらしくゴーヤチャンプル、ゴーヤチャンプルしてくれ。その方がいい、まだ覚悟してゴーヤとして食べれるよね。何かにごまかして入れないでくれ。この間村原のとこ行った時に、うん、狭山市、うん、あたりを通ったんですよ、高速降りてから。はいはい。狭山ってお茶って有名じゃないですか。ああ、かな、うん、だからこう一般のかこう民家に民家のなんて国道じゃない、うん、県道みたいな道を通ってたんだけど、うん、この家のなんていうの、この道路のへりっていうの、うん、花壇とかあるような場所に、うん、場所がどこの家もお茶っ葉なんですよ。お茶っ葉というかお茶の木、うんうん、あ、それぐらい身近なんだ。そうそう、お家の庭とかに植えてるぐらい身近なんだ、うん、でもうちだって栃木のうちのあたりだって、うん、その隣の家との境目のとこにお茶の木があってね、うん、敷地作ったりと か、うん、なんかそういうところに使える系統の植物なんだね、うん、あんま大きくならないしっかりした木だからね、うん、あのツツジとかが植わってるこの辺の地域だと、うん、っていうような感覚でお茶の木、そうそうそう、うん、お茶にしなくても、うん、つまなくても、うん、なんかいいんじゃないの、きっと、うんうん、それで、うん、なんかクリーンな、ちょうどいい、クリーンな感じ、うん、毎年切ればあんま大きくならないんじゃない、うん、なんか枯れてもその土地をきれいにしてくれそうな感じ、うん、また太陽ががっつり出てきた。
やっぱ富士山の上に雲かかってんだよね。そうか、うん、なんつったっけ、な傘、傘みたいな状態、うん、傘みたいなやつ、あれの大きいのがかかってんだと思うんだよね。そうか、ほわーんと浮き上がってる。だから輪郭がにじんでるというかさ、柔らかい輪郭になってちょっとぼかし入ってるもんね。ね、車こっちへ向かってる。あそこ、あそこ入ってくのか。1.2キロ、26分。そんなもんか。うじゃうじゃいるよ、タニシが。うじゃうじゃだね、石ころのように。石ころのようだよ。これ生きてんのかな。ねえ、あんま白いつぶつぶはないね。こういうとこには産まないんだね。うん。こっちもない。この草とかないとこがいいんだ。産みやすい場所ってのがあるんだろうな。そしたら危ないね、車来たっけ。こんなでっかいごっついの。蹴っ飛ばしといてやる。飛ばした。もっとサッカーのように。だって足怪我したくないもん。でも思ったより軽かった。もっと PK のように蹴ってよ。そんな優しくさ、靴の底で転がさないで。サッカー選手じゃない。塩辛トンボ、ほら塩辛トンボ。無理だって。昭和の子供じゃないんだよ。すごい数よ。ここにも、子供の頃はさ、鬼山みたいなあのでっかいトンボをよく見かけたけど、この辺にでは見ない、ね、どっちかと、あの黄色と黒が混ざった模様のあっちの方が多くなかった、うん、小さいやつでしょ。大きいやつ、大きいやつ、すんごい、こんなでっかい、手のひらぐらいある。だから黄色と黒の混ざった模様のあれじゃないの。分かんない、柄は覚えてない。とにかくでかいやつ、目ん玉とかめちゃくちゃでかくてさ、うんうん、いた。でも今いないでしょ、うん、でもいたけど数は少ない。この塩辛トンボとそのそう、ね、うん、黄色と黒の模様のトンボ、うん、あと赤トンボ、ザトンボね、うん、ザトンボ。しっこで終わりましょう。この大きな鬼ヤンマでしょ。そう、1.2キロ、28分。取りやめます。以上。待ってる。あ、トンボで終わるか。